シモフリシメジは、キシメジかキシメジ属に属する、キノコの一種。北半球の温帯以北に分布し、新葉樹林などでは安州に生える。中型から、大行で、食用として人気がある。冬シメジや、シモモグリとも呼ばれる。傘の計30センチ、全体の高さ52センチほどになる。傘は半球型からほぼ平らに開き、湿っている時には、 弱い粘性があり、淡い開白色ないしクリーム色の地に、放射状に密に配列した、大性黒色の繊維網をこむる。肉は固く締まり、くすんだ白色で、傷つけても変色することなく、味も匂いも温和である。ひだは柄に、湾性ないし理性しており、やや袖幅広く、淡いクリーム色を呈し縁は時に、虚子状をなす。 柄はほぼ上下胴体で、長さ50ミリ15センチ、太さ1、2センチ程度、かすかに、クリーム色を帯びて、平滑、中味である。胞子は高大円形内子類球形で無色かつ平滑、しばしば1個から数個の油滴を含むことがある。傘の表皮は、傘の表面にほぼ平行に並んだ、補腹性菌子で構成されており、菌子には、かすがい連結を持たない。 北半球の温帯以北に分布する。日本国内でも各地に散する。秋遅く、主に松やもみの林内、またはこれらの新葉樹と、コナラミズナラなどの紅葉樹との混じった林の地上に生える。樹木の生きた細胞の細胞間劇に菌糸を侵入させ、外星菌根と呼ばれる強生体を形成して生活する。他のキノコに比べて秋遅くから初冬にかけて、 発生するために覚えやすく、しばしば群生するので、収量も確保しやすい。さらに味や歯切れも良いので、食用キノコとして各地で利用されている。人工栽培ができないこともあり、多産する地方では観光客の土産物としても人気がある。和名は、霜が降る季節に発生する、しめじの井であると思われる。冬しめじや、霜もぐりなどの方言名も、 おそらく同様の意味ではないかと考えられる。なお、主相名、ポーテントッサムは、異常に遅いとか、時期遅れのノイで、やはり発生時期を形容したものである。ネズミシメジは、ヒダや柄がより白っぽく、肉にかなり強い苦みと辛みがあるので区別されるが、そりゃくな観察では両者を混同する恐れがある。アイシメジは、傘の地の黄色みがより強く、ヒダも、 傘の周辺部において、顕著に黄色を帯びる点や、肉に弱い苦味があることで異なる。ありがとうございます。